バックスイング時のスイングプレーンは円形であるが、ダウン時のプレーンは楕円形に近似している。このことは、体を沈めながらインパクトを迎えているせいである。ダウン時のプレーンとバックスイング時のスイングプレーンは離れている。ダウン時の重心を左にスライドしながらインパクトを迎えているせいである。物理的重心とスイングラインはこの時点ですでに交差しているが、重心のかけ方は半々である。この時点でも重心のかけ方は半々である。重心は左足にかけてダウンスイングを開始。腰の左スライドが入り、左足に重心をかけている。重心を左足に 80% かけている。インパクトでは重心をほとんど左足にかけ、腰の捻転も鋭い。左腕の回旋の結果、左脇が締まり、振り遅れを防いでいる。